マメキュン。ケンタに妹？ゆい、いないいない、ばあ。お母さん、僕にはどうして笑わないの？え？お母さんがいつ？ゆいには笑って話すじゃない。でも僕には片付けなさい、宿題しなさいって睨みながら言うじゃない。もう、赤ちゃんだからよ。お母さんはケンタも同じぐらい大事よ。言うだけじゃない。そんなに可愛いの？ちっとも可愛くない。チェッ！赤ちゃんはみんな可愛いわ。ケンタもこれぐらいの時、どんなに可愛かったか。いらないわ。うわ、嘘だ。お母さん、お腹すいた。おやつの時間ね。これはケンタ、これは赤ちゃんの。食べなさい。いただきます。あら、よく食べるわね。おいしいですか？お母さん、僕も食べさせてよ。まあ、こんなこったら何を言うの。うん、赤ちゃんは食べさせてあげるじゃない。まあ、ゆいは一人で食べられないから、お母さんが食べさせてあげるのよ。お母さんなんか嫌い。ゆいだけ大事にして。違うわ。そうじゃないの。あれ？僕の変身ロボットどこ行った？あ、ゆい！よこせ！これは僕のものだ！ケンタ、どうして妹を泣かせるの？お仕置きしなきゃ。よしよし、もう泣かないの。お母さんはなんで僕だけ叱るの？ゆいが僕のおもちゃを勝手にしゃぶっていたんだから。なんですって？お母さんなんか嫌い！まあ、ケンタったら、まったく。お母さんはゆいだけが好きなんだ。チッ！いるけ、いるけ。ゆい、お腹が空いたのね。ちょっと待って。かわいいなぁ。いじめてやる。ケンタ、妹をいじめちゃダメよ。ゆいが僕の目を殴った。これ見てよ。この子ったら、そんなことあるはずないじゃない。ん？血？見てろよ。そうだ。ケンタ、お母さんちょっと出かけるから、ゆい見ててね。お願い。今だ。お母さんが変わったのは全部お前のせいだ。しばらくおばあちゃんの家に行け。わかったか？じゃあ、どこに行けばいいんだ？じゃあ、よい。あ、そうだ。あれ、どこ行った？うわ、どうしよう。ゆい、ゆい、どこ？ケンタ、お母さん。ケンタ、どこ行ってたの？お母さんがどんなに心配したか。本当？そうよ、たった一人の息子じゃない。お母さん、ごめんなさい。もう絶対ユイをいじめない。お母さんがユイだけ大事にしていると思って悔しかったんだ。まあ、そうだったの。違うわ。お母さんはケンタもユイも同じぐらい大事よ。でもね、ユイは赤ちゃんだから、
お母さんが面倒を見てあげないといけないの。ケンタも赤ちゃんの頃そうだったのよ。うん、僕が悪かったよ。だからお願い、ユイを見つけて。ユイ？ユイがどうかしたの？お父さんと遊んでいるわよ。やあ、ユイ。ずっと探していたのに。何言ってるの。早く帰りましょう。お父さん、ケンタよ。もう知らない。チャンネル登録してね。